また災害の遭難者だな。乗れ、喋るな、舌を噛むぞ。簡易的な結界を張った。パニックになるなよ。でも私一人ならどうとでもなるが、桃の恩恵、我ながら本当に外れの能力だったな。ふざけるなよ。私は必ず組長たちを束ねる総組長になってやる。役に立たんだろうと男に試したことはな。お前、名前は？お前を私の奴隷にする。彼から少し離れて目をつむっていてくれるか。ありがとう。私はこいつに話がある。これからも私の奴隷として働き続けるといい。だがそれには私の能力について話しておかないといけないな。私だってこんなことになるとは思わなかった。これは私の意志に関わらず自動的に体が動く能力の代償だ。